さすが行く、今日は加賀市にやってきました。はい、まずは山中温泉でアイスクリームをねたくさん食べれるそうなので行ってきたいと思います。消化にも胃腸にもいいアイス。あ、美味しい。抹茶みたいなんですですね、はい、でもなんか大麦若葉のあのちょっと青い感じも少しするんですけども、はい、食べやすい。はい、美味しい。はい、アイスクリーム通りがあるそうなのでもう楽しんでいきたいと思います。夢のロードですよこれは。お、選び放題和菓子屋さん。うわ、もう可愛い絵が描いてあります。うわ、すごい可愛い。うん、美味しい加賀棒茶の味が混ざってすごく美味しいです。自転車屋さんにもあるんですか。うん、お酒の香りがすごい食べやすいです。すごく山中老人福祉センターゆざ屋さんのわかめアイスいただきたいと思います。アイスとわかめ、ほんのりわかめ、わかめがいますねアイスの中に。美味しい。はい、大聖寺実業高校の高校生の方が考案されたマルヘイアイスいただきたいと思います。お芋とかぼちゃの甘みがすごい。山中ルイドールさんのクリームチーズのアイスクリームです。かわいい。うん、クリームチーズが濃厚、すっごい濃いですよ。八百屋さんが作ったリンゴシャーベットいただきたいと思います。あ、シャリシャリだ。うん、みずみずしい、しっかりリンゴだ。はい、続いては手作り餃子長楽さんのテンポナーラー油アイスいただきます。え、ラー油、ラー油の匂いします。辛そう、ね、怖いです食べるの。辛い、嘘でしょ。はい、続いて山中ポータルさんの冷えドラコーヒーメープルいただきたいと思います。おいしい。うん、最後は山中温泉の源泉を使った菊の湯アイスキャンディーいただきたいと思います。もう足湯に浸かりながらアイスって最高じゃないですか。続いては加賀フルーツランドにやってきました。まずはいちご狩りしたいと思います。わあ、いちごいてます。はい、取れた、かわいい。こうですか。で、あ、取れた、いちごゲットです。あ、甘い、甘い。いちご狩りは12月頃からお楽しみいただけます。はい、続いてリンゴ狩りに行きたいと思います。どんななってるんやろリンゴって。え、ちょっと待って、すごい、いっぱいありますリンゴが。こんなに、あ、真っ赤っかですね。蓋持ってくるっとひっくり返すと、取れるので、こうしてこうくるっと、お、取れた。でかい。人前で包丁初めて。ほら、もうみずみずしい。いただきます。わ、甘い、シャキシャキで甘くてもう美味しいです。はい、加賀市最後は片山津温泉総湯の2階にある町カフェにやってきました。こちらね、芝山形が目の前に広がってるんですよ。すごく景色のいい気持ちいい場所でこちらのドリンクいただきたいと思います。加賀産蜂蜜を使用した自家製のレモンスカッシュです。うん、すごい、蜂蜜が甘くて美味しい、すっきり。はい、加賀市美味しいものたくさんありました。そして素敵な場所もあります。皆さんぜひ加賀市に来てみてください。